第26回の友人親王杯世界選手権記念トーナメント、今日はシリーズの2日目、この6レースからは勝ち上がりのレースになっていきます。明日3日目の準決勝をかけた戦いです。第6レースは2次予選の B です。2着までに入った選手が勝ち上がることができます。この2次予選の B ですけれども、6レース、7レース、8レース、この3つのレースが2着権利の2次予選 B です。前橋1周335メーターのバンク6周回っていきます。2035メーターで行われます。九州勢表裏、ここに人気が集まっているようです。では6レースの対戦メンバーです。1番は佐賀山田秀明、2番岡山樫野智則、3番愛媛橋本剛、4番栃木長島大輔、5番愛媛渡辺哲夫、6番栃木小田倉裕二、7番大分大塚健一郎、8番岡山三宅達也、9番徳島畠智史。以上9選手の対戦、二次予選の B1 つ目第6レースです。4番の長島大輔です。初日は番手を回りました4番の長島、今日はラインの前で戦っていきます。そして1番の山田秀明です。この山田のラインが人気に押されています。3番の橋本剛です。今日は9番あたけに前を預けました3番の橋本です。第6レースが始まりました。3、4、5、6、9と一気に飛び出していきまして、前取り合戦になりましたが、3番の橋本が前取りに成功しました。今シリーズ初めての前取り合戦でしたけれども、先頭誘導員の後ろを取ったのは3番の橋本剛、9番畑が上がっていきます。四国勢が前になります。そして5番の渡辺が続いて、4人目に4番の長島、栃木勢が初手は中段となりますと、九州勢が後ろということになっていきそうです。レースは2周回目に入ってどうやら隊列が落ち着きました。前を取りましたのが四国の3人です。初日は内すくって3着に食い込んでいます9番畠智史の前受けです。マークには愛媛勢が続きます。番手回りが3番の橋本剛、そして四国の3番手5番の渡辺哲夫が回っていきます。中段の位置からは栃木ラインです。4番の長島大輔が中段4番手です。マークには6番の小田倉裕二、チームスプリントでも連携していますこの2人です。この栃木勢追走で岡山8番の三宅達也、初日は前の幕に続くような格好で3着に入っています。後ろ攻めからが1番の山田秀明、初日シードされました1番山田後ろ攻めです。休み明け復帰、これが2節目。山田マークには7番の大塚健一郎、初日はラスト内をついての3着でした。この九州勢追走で2番岡山の樫野智則、初日は鳥取の番手から確定番に乗っています。直線戻ってきました。まもなく9選手の左目に青番標識が見えてきます。残り3周を切ります。1番の山田が上がっていきます。九州勢が上がっていきまして、9番畑の横までやってきました。畑が引きます。まだ誘導は残っています。2周半切るところ、今度は4番の長島が抑えていきます。4番の長島が誘導を切りました。1番の山田が引く、再び9番の畑が引いて動いてきました。これで最初の並びに一旦戻ります。残りは2周です。9番の畑が前、そして中段が4番の長島、後ろが1番の山田です。残り3周からレースを動かしたのは今後ろにいます1番の山田です。ジャンを迎えて前、9番の畑がペースを上げてきました。どうやらこのまま畑の先行になっていくでしょうか。4番手が栃木勢で、最終ホームから人気の九州勢が上がっていきます。残りは1周です。
1番山田のまくりですけれども、4番の長島が合わせにかかる。最後のバックスーチに入って2番手からは3番橋本、落車がありました。6番の小田倉、8番の三宅、1番の山田が前に出て最後の直線、どうやら人気のワンツーか、いや違う、5番の渡辺が突っ込んでいます。しかしこのレースは落車がありました。6番の小田倉と8番の三宅、この両者が落車しています。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1番山田のまくり、そしてその後ろにスポット5番の渡辺が入っていました。その5番の渡辺の追い込み、3番手で3番橋本も合わせに行きました。最終バックでは橋本が前を踏む展開もありましたけれども、ただこのレースは審議になります。審議ランプ、赤いランプが回っております。3コーナーからです。ではリプレイ見ていきます。9番あたけの先行でした。3番橋本が最終バックで合わせにかかって、1番の山田がホームすぎからまくったんですけれども、山田の後ろに5番の渡辺、その5番の渡辺が先着、1番の山田が2番手、3番の橋本が3番手。ただいまのレースは第3コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は7番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。お聞きしていただきました通り、3コーナーの事象についての審議、審議対象7番車と発表されています。上位の入着体制は5番、1番、3番です。513の上位入着体制です。2車ターンは大きな配当になりそうです。6列決定放送まで今しばらくお待ちください。そして、バンク内では落車後の処置が現在行われています。この後7レースの選手紹介を迎えるところですが、その7レースの選手紹介まで少々お時間をいただきます。今しばらくお待ちください。お待たせしました。ただいまのレースの審議対象選手は7番ですが、3着までには到達しておりません。前橋競輪第6レース決定、1着5番、2着1番、3着3番。前橋競輪第6レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番連勝複式14,870円、枠番連勝単式41,3900円、車番連勝複式1番5番8,460円、車番連勝単式5番1番35,790円、3連勝複式1番3番5番3,150円、3連勝単式5番1番3番9万2,010円、ワイド1番5番1,330円、3番5番450円、1番3番410円。以上でございました。それでは第6レースの決定です。1着5番渡辺哲夫、2着は1番山田秀明、3着に3番橋本剛と、洗い物式2車ターンは5番1番で35,790円、3連単は5番1番3番で92,010円です。その他の払い戻し金はご覧の通りと、ここは高配当となりました。さあ第6レースもやっぱりね、大きな配当になりましたね。なんかね、えらいことになっちゃいましたね。結果的に畑逃げるレースで7番手から山田がまくるというのはね、ありましたね。さあそしてここでバンク内で選手紹介が始まりそうな感じですか。ではちょっと一旦選手紹介ご覧いただきましょうか。
第7レースの選手紹介ご覧いただきました。ここも綺麗に3分線とはなりましたね。発送予定時刻は1時34分、電話投票締め切り時刻は1時31分です。それでは改めまして第6レースの決定です。1着5番渡辺哲夫、2着は1番山田秀明、3着に3番橋本剛、払い戻し金車単は5番1番で35,790円、3連単は5番1番3番で92,010円と今回祭の中で一番ついた配当となりました。さあそれではただいま終了しました第6レース VTR で振り返っていきます。あ、ここは竹がね抑えていく流れになりましたね。山田は7番手でじっと足を溜めてる、はい、竹はこなきゃかけるぞという形で先行しちゃいました。そうでした、ね、中段取ってるのが長島、はい、まあ、人気のラインは7番手以降と、うん、ここからまくっていく山田です、ね、足元はこれに合わせて番手まくりという形になりましたね。はい、はい、山田が行き切って、はい、それに切り替えた渡辺哲夫がね、はい、最後一伸びして、はい、ご覧のような高配当ですよ。二車単35,000円台、驚きましたね。そうですよね。さあここはですね本当にアクシデントもありましたが大きな配当となりまして、今のところ今回さ1の高配当が飛び出ました。